はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、えー、6月末にですね、通常国会が、ま、あっさり閉会しちゃったっていうことで、昨年のね、12月頭に発覚した、あの、自民党の裏金問題ですね。あれも、ま、うやむやにしたまま、そのまま終わりみたいな。一応、政治資金規正法の改正案っていうのもさ、衆参可決されたわけですけども、えー、抜け道抜け穴作り放題のガバガバなざる法のままなわけですよ。結果さ、もう言ったそばから、誤入金のみパーティーっていうさ、利益率100%の 金だけ振り込んでくれたらいいっていうね。新たな政治資金パーティーのやり方というのが出てきてるわけですよね。まあこれについてはもう一個のチャンネルで取り上げてるんでよかったら見てほしいなっていうふうに思うんですけど、でもさ、ご入金のみやったらさ、それはもう寄付やん。で、それをさ、岸田さんに聞いても、議員本人からの説明責任がみたいな。いやいや、なんでやねんっていうね。言ったそばからそれったらさ、やる気ないやんけこいつらっていう話をしてるわけですよね。だから政治資金パーティーなんてやめたらええやんって。 政策活動費なんてやめたらええやんって話をしてるわけだけど、自民党の連中だけが言うわけ。それは必要なんだ。特に岸田さんは、それがダメなんじゃなくて、透明性を図ることが最も大事なんだっていうわけ。そう、だから透明性を図るんだったら、オープンにしてくれたらって言ったけど、そのオープンにもしたくないって言ってるから、なんなんこいつらって話ですよね。だから、裏金のやり方っていうね、いろんなスキームもあるんやけど、それともう一つ、使途不明金の公開っていうところも重要なわけです。 それはまあ旧文通費ってところかも含めてですけども、ただその使途不明金っていうのがこの自民党あまりにも多すぎるっていうところで、実際何に使ってんねんこいつらっていう話なんですけど、この中でもね、なかなかいかついの出てきたってところで、こちらの記事、機密費年12億円使い切り、元官房長官選挙応援にもしようということで、なんとびっくり、この官房長官のね、機密費ってやつ。 これね、死を公開しなくていいお金らしいんですけども、じゃあそれ何に使ったのかって言ったらですね、なんとびっくり、選挙の応援にもしようってことで、この裏金問題では、政治には金がかかるって与党の連中言い続けて、でも、蓋を開けてみたら政治に金がかかるっていうか、選挙に金がかかるわけですよ。で、その問題っていうのがさ、まあ今、東京都知事選もやってるけども、そこでもちょっと言われたりしてるわけじゃないですか。 で、その選挙の怪しいお金で言ったら、2019年やったかなの、あの参議院選の河井安里夫妻のところなんてまさにそうでしょどっからか金出してきた。でもあんなもん安倍さんと二階さんが関連のほぼ間違いないって話やし、でもそのお金の出どころはわからないみたいなさ、そんなわけないやろっていううに思うんですけど、隠し続けてきたわけじゃないですか。でも今回出てきた記事、この機密費っていうのが、 選挙の応援にも使ってたと。しかもこの額がなんと年12億ってことやから、自分たちの給料だけはあっさり上げてしまうわ。裏金で脱税するわ。使途不明金っていうのを大量に生み出すけども、それをさ、自分たちの選挙に使ってたって話になったらさ、こんなもんあかんやろってところで、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。 官房長官が質納管理し、使途が公表されない内閣官房保証費、えー、これ機密費らしいんですが、に関し、2019から2022年度の各年度で予算計上された約12億3000万円が全額引き出されていたことが分かった。 年度内に使わずに国庫へ返納した額は最大で21年度の19万9174円各年度予算のほぼ全額を使い切っていた19年4月から24年1月の入金と支出について共同通信が行った情報公開請求で明らかになった官房長官経験者は選挙の応援に使用したケースもあったと証言したと ま、というわけで、まあ、これがね、ざっくりした概要ですよ。この官房長官が管理するこの機密費というもの、これは、使途を公開しなくていいわけですが、毎年予算計上で約12億3000万円あったわけですけども、それほぼ全額使い切ってたと。でもこのお金っていうのはさ、使途が公表されない。だから、ここがおかしいんよね。さっきも言ったけど、今回さ、裏金問題で、岸田さんたちが言ってんのって、金がかかるってことはもう理解してくれと、問題はその透明性だっていうわけやんか。でもさ、その金がかかるっていうこと自体もおかしいし、その透明性だって、 こいつらが透明にしてないから大問題になってるわけでしょしょかもこの使徒っていうのがたまたまこうやって明らかになったパターンで言ったらこのようにさ機密費は選挙応援に使ってたとかもうめちゃくちゃやんはっきり言うてじゃあこの機密費って言って何に使ってるのかって話なんですけども続き機密費は国の事務を円滑かつ効果的に遂行するために機動的に使用する経費とされる会計検査院の検査を受けるが支払い先などは明らかにされず国会のチェックも働かない 機動的にしようとしながらも、ほぼ全額消化する対応には、不必要な用途に使っているのではないかとの指摘も出そうだ。機密費の不透明さが改めて露呈した形だ。開示請求した期間外に残忍した元官房長官が共同通信の取材に応じた。機密費は主に首相や官房長官の判断で質を決定、与党議員の選挙応援の際に出した経験があると明らかにしたと。 まあというわけなんですけども、まあね、ぶっちゃけこの暴露してくれた元官房長官が誰なのかっていうのはね、ちょっと気になるところではありますが、まあ,あでもこれ言うてることが事実なんだとするならば、もう機密費っていう役割を果たしてないや。だってこの機密費っていうのは書かれてる通り、国の事務を円滑かつ効果的に遂行するために機動的に使用する経費なわけですよ。 で、その内訳明らかにしてくれって言っても、当然さ、全部をオープンにするわけにはいかないっていうね、言い分もあるでしょ。でもさ、そのお金が自分たちの選挙に使ってるっていうのは、それって機密費の使途に当たるの。言うても12億っていうお金、ほぼ全部使ってるんですよ。じゃあ必要なものは必要やとしてもさ、選挙応援に使用したイコール、自民党が自分たちが選挙で勝つために、政権交代させないために国の金使ってるっていうことになるやん。でもさ、もちろんその原資は税金なわけで、 じゃあ、その政党交付金もあれば、言うたみたいにさ、政治資金パーティーなんかで、自分たちに選挙に金がかかるって言ってるわけでしょでも、それと別で、ほら、機密費みたいな、自分たちでしか使えない金っていうのも選挙に使ってるってさ、こんなも選挙自体が公平に行われてないっていうのとイコールじゃないそれこそ何に使ったかはわからないけど、その中にさ、メディアを抱き込む金っていうのも含まれてるかもしれへんや例えばで言ったらさ、今、東京都知事選やってるけど、50何人の候補者がいるわけやけど、もう取り上げられんのって、まあ、はっきり言ったら小池山と蓮補さんだけですよ。 それについてもギリギリさ、石丸さんと玉上さんが取り上げられるかなぐらいやんか。他の50人以上の候補者って一切取り上げられないわけ。じゃあそれってさ、花からメディアの印象操作になってるやん。テレビしか見てない人やったら、その4人しか出てないのかなみたいな。変な話、都知事選も2週間ぐらいあるけど、メディアからこの4名以外の名前が出ることってほぼないわけですよ。他にも、この裏金問題に関しても、テレビに出てるコメンテーターとかさ、まあ、自民党とズブズブのジャーナリストなんかが、裏金問題を擁護したり、いろんな声を出すわけでしょ 逆にさ、それに対して反対する人たちっていうのが一切メディアから封殺されてるやん。万が一それをポロって言った時には、もう自習には出てませんなんてことがよくある話やんか。それってどうやってやってるのまあ、このお金を利用されてるなんてこともありえんじゃないんだって機密費の人は何か、自分たちが選挙で勝ってその政権を維持するために、選挙にはお金がかかります。あだいぶ気なくさい匂いするなって思いません だからこれが事実だとしたら、現行の選挙の方式っていうのは、明らかに自民党にとって有利に働いてるってことは確定したわけやんか。こうやって機密費でさ、本来必要だった選挙資金を何億も上増しで使える。さらに書式票や宗教票とか、票を金で買ってるというやり方になってるわけじゃないの。その原種は何なの機密費使ってます。言えるんじゃないのだって機密費ってまあ言うたらさ、国家のために必要なものなのに、それを特定の政党に使ってました。今回で言ったら自民党ですけど、 そんなきけ言ったら横領でしょ。逆に言うなら、何に使ったんかっていうのを一回ちょっとちゃんと教えてほしいなと思いません自民党からしたら、いやいや、それに使ったこともあるかもしれんけど、基本的にはそれに使ってませんって言い切れるやんか。じゃあ何に使ったんですかみたいな。変な話、自民党のさ、議員さんほぼ全員が人を明らかにしなくていいっていうお金を自分たちなら何に使っても構わないと勘違いしてないこの人たち。それの典型的なパターンがこの機密費かなって思うんですよ。 秘密費って名前だけ見たら、この国の事務とか国家のために必要なお金だから、それを公の場でさ、バンバン公開するわけにはいかない。だから、死を公開はしませんっていう意味が込められてる。それは分かった。でもその死を公開しなくていいが、イコール、これは自分たちなら好きに使っていいお金っていう考え方になってるやん。だから選挙の応援に使ったりするわけでしょ。それが秘密費だけじゃない。他の使と不明金も全部そう。え、だし予算でもそういうの膨らまれても何ら不思議ではないですよね、もう。 だからもう完全に意味吐き違えてんじゃん、こいつらって思うわけ。要は、死とを公開しなくていいっていうのは、死とを公開しなくていいちゃんとした理由があるわけやん。それが国民に納得できるんだったらいいけども、でもそれが自分たちが私的に利用しても、バレやしないだろになってるやん。で、バレるとよろしくないから、じゃあその死と不明金ということにいっぱいお金を流していきましょうみたいな。 例えばそれが自分が代表を務めるその組織に対して寄付することによって使途不明金にしてしまうとか。あとは何でもかんでも政治資金にしてしまうとか。何回も言うけど自民党の議員さん、岸田さんたちが言ってるわけですよ。今回の裏金問題等は政治資金パーティーがどうたらこうたらじゃなくて、まずは透明性を図ること。これが何よりも重要なんだって。透明性を図るんだったら透明性を図れよっていう。 隠すの前提でシステム組むなよって。で、もう一つはもう何回も言うけども、国家の機密に関わる支出、公にできない金だから自分たちの好き勝手に使いますはイコールじゃないやろってこと。それをイコールにしてんのが今の自民党だってこと。ここがもう今回の機密費のさ、全額使用からの選挙委員を使ってましたってこの記事で明らかになったんちゃうかなって僕思うんですけどもね。 大体さ、これ年間12億って言うけど、何に使ったら12億も全額使い切れんねんて。で、まあ、この機密費の指摘利用についてはですね、まあ、X ってこういうのもありましてですね、え、しのさんっていう方、年12億円機密費ほぼ全額使い切り、官房長官経験者は選挙員に使用したケースもあったと証言した。これマジ機密費を党の選挙員の資金にしていいんだっけ自民党は選挙で税金戦ってんだから、そら勝つねっていうことで、まあ、これがですね、まあ、報道で取り上げられたことがあるってことで、まあ、そこに対してのね、あの、有識者の先生の見解、ちょっとね、ご覧ください。 まあまあ、考えてもありえない話ですよいやこれはもうなんかそこが抜けてしまった話ですよね、うん、その先ほどあったように外交に使うとか、まあね、いろんなこう対策に使うならわかりますけど選挙の応援で持っていくというのはほとんどもうあの、まあ、これ重大な犯罪だと思いますよね、うん、国民の税金を使った官房機密費で、えー、ある党の 選挙のために使うというのは、まあ、こう選挙をなんて言うんだろう盗んでいることになりますよね、国民のお金で。うん、まあこれはもうあの過去の話とはいえやっぱり徹底的に究明しなければいけない話だしむしろ自民党自体がこれ明らかにしないともっと自民党の支持率に打撃を与えるような話になっていくと思いますけどね。うん、というわけで、まあ、見てもらった通りこの有識者の先生曰くこんなもんやったらあかんやろと重大な犯罪だと思いますねっていう、ね、発言まで出てるわけですよ。 で、もう一つちょっと覚えておいてほしいのが、この右上にさ、自民党のこの鈴木議員が写ってるわけですよね。まあ、この鈴木さんって言ったらね、あの裏金問題なんかでもちょこちょこね、取り上げられた人ですけども、この番組内でこの鈴木議員は、この官房機密費というのが、選挙資金使ってるっていう話もあるやんって言ったら、いやいや、そんなことはないと。これですね、先ほどあったように、外交に使うとかっていうふうに言ってるわけですよ。だから、選挙資金の中かに使ってないっていうこと言ってるわけですね。もう一度整理しますね。鈴木議員枠官房機密費は、 選挙資金なんかに使ってない。何使ってんのか。外交なんかに使ってるんだ。だから、そんなものに使ってない。と。そういうふうに言ってるわけです。では、果たして本当にそうなのかっていうところなんですが、これ、ウィキペディアなんですけども、まあ、報奨費というものがあるんですが、えー、報奨費とは官、官庁官情科目の一つ、役務負担に対し、償う費用。このうち、手術の内容を明らかにする必要がなく、機密の用途に充てる予算に計上される経費は、機密費とも呼ばれるということで、 ま、あ機密費のことを報奨費というわけですけども、じゃあその中身どんなのがあるのか、国会予算における報奨費ってことで、内閣官房報奨費は内閣官房機密費とも呼ばれるものということで、今回言われてるやつですね。現在、同額は毎年計上されている、そのうち12億3000万円が官房長官に一任されていると。記事と同じですよね。支出には領収書が不要、会計検査院の監査も免除されており、原則使途が公開されることがないと。 いうことで、以前から不透明な質に疑惑の目が向けられていたということだけなんですけども、蓋開けてみたら選挙式に使ってたっていうやつですよ。だから結局不透明な質をしてたってことですけど、たださっきの動画見てもらった通り、鈴木議員枠、そんなものに使ってないと。 この官房保障費、官房機密費っていうのは外交等に使ってんだって言ってるわけよ。しかしながら実はですね、次、外務保障費というもので、外交政策において必要な場合、出さる経費、外務機密費とも呼ばれる。っていうことで今回話に出ている官房機密費と外交機密費は別なんですね。あれさっき鈴木議員は官房機密費のことに対して外交で使ってるみたいな話をテレビで堂々としてましたよね。だから選挙に使ってないっていう。でもそれ実は別々のものだってこと。 当然こんなもん議員さんが知らないわけないですよね。だってウィキペディアに書いてるんですよ、こんな。だから我々だって調べりばすぐわかる話なんですけど、それをあたかも機密費っていうこくりにしちゃって、いやいや外交に使ってんですよって言ってるわけよ。だから今回の機密費が選挙に使われてたなんていうこと自体がふざけた話やねんけど、それについて取り上げた番組で呼ばれた議員さんが、番組内ではそんな説明なく、全部を一括りにして外交に使ってんだって言ってるわけよ。 もう一回言うけど、議員さんがこれを知らないわけないじゃないですか。特にこのテーマで呼ばれる議員さんが知らないはずないですよね。でも現実では番組内であっさり嘘ついちゃってる。こんな奴らが金握ってるっていうことがどんだけ怖いことかってことですよ。 だからここからわかることは、使途不明のお金っていうのは、理由があるから使途不明なんであって、そのお金は自分たちが何に使ってもいいと勘違いしているっていう点と、何かあった時には嘘ついてでもそれを隠そうとするっていうのが、今のこの腐り切った自民党の連中だっていうことが共有できればいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。